そんなね、怖いから。うん、なる。わかる。だから、何人か、だって、あんなに女の子がいっぱいいたら何人かは引っかかるよね。まあね、何百人かいるとこなんだろう。あと女の子の中には同じタイプがいて、友達が行こうっていうから無理やり来たけど、来た瞬間も10分目で、やっぱ私合わないなーって思ってたところに、そんな人見つけたら、あね。なんだかんだでね。なんだかんだでやれるかもしれない。そう、なんだかんだなんだよ。うん、ラジオネーム、豆腐小僧。皆さん、こんばんは、うん。今年の妄想総選挙に、元シンクロ日本代表の青木愛さんを推薦します。関西弁でスタイルを褒めればやれると思います。うん。青木。青木愛。青木って誰の？あ、知らない。シンクロのよく出てる。クイズとかね。そうそうそう。ああ、出てる人なの？そうそう。シンクロ、そうなんだ。そう、可愛い子よ。可愛い子だ。うん。へえ。めっちゃスタイルええやん。自分めっちゃスタイルええやん。はあ、うん。好きやったんよ。昔から好きやったんよ。関西弁か。めっちゃスタイルええやん。関西の人なんだ、そうそうね。そうそう、うん。いいかもしれませんね。まあ、ね。じゃあちょっと、批評。お、いきますか。批評ですか。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊、おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティである、おぎやはぎへ自己批評を促します。本日も、素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。あのさ、もうちょっとみんな、増田に注目しすぎ。してない。してない。なんでしてない。また生放送で増田いじったでしょ。ね、なんかあった。あの、増田のツイッターを報告するメールが来てたみたいだけど、うん、あのね、単純にメガネビーキを好きって言ってくれたり、お世話になったかとお礼がたらフォローしてるだけなの。なのにさ、リスナーさんも増田に注目しすぎ。うん、おちおちツイッターもできないよね、これじゃ。いや、だってなんかね、ろくなことしてない。でもね、先週も話したけど、それだけ増田は影響力あるのかなって思うんだよ。そうと思わないでね。ああ、増田が動くと世界が動くっていうね。そういう自覚持ってやっていきますよ。だってさ、妄想総選挙もあるでしょ。うん。あれ、増田で妄想されたりしちゃったらさ、参っちゃうもん。しないですよ。いや、それ増田もさすがにリアクションで困るって。もうね、ザキメちゃんも、トールさんも、ほんとやめてよ。増田をさ、男性初の候補者入りとかさせんの。え？大丈夫？これ振りじゃないからね。うん、大丈夫、大丈夫。はい。しっかり釘を刺したところで、それでは最初のステイチューンです。東京都練馬区、ラジオネームサージェントペパーズロンリーハーツペニスバンドさん、50代の女性からいただきました。ありがとうございます。今猛烈に感動しながらメールを打っています。私は池袋の近くに住んでいるのですが、矢作さんがあんなにも地元愛に満ちた方だったなんて知りませんでした。1時半前でしょうか、リスナーの方からのメールを読んだ時です。その方のお住まいが矢作さんの地元だと分かり、感極まったのか、矢作さんはその後泣きながらメールを読んでらしたのです。地元のことをそんなに思っていただいて本当に嬉しいです。氷川台のクソメンです。うん。地元だね、ちょっと俺たちの近くだね。氷川台、あ、氷川台か。氷川台じゃないの？ああ、そうだ、地元だ、地元。ね、神奈良のね、うん。小木さん、矢木さん。はい。続いてご紹介します。埼玉県草加市、ラジオネーム、すみませんこさん。55歳の女性からいただきました。ありがとうございます。ご無沙汰しております。
すみま千子です。いや、でも、影の薄いメスゴリラのような私のことなど、覚えてませんよね。そんな影の薄いメスゴリラのくせに、覚えている前提で挨拶してしまって、どうもすみません。最近、ウニの旬が近づいてきたので、ウニをまたぐらに挟みながら放送を聞かせていただいておりましたところ、1時52分に、小木さんが、逆三関係、とおっしゃっていましたね。それは、逆三角形の間違いではないでしょうか。とはいえ、逆三角形の人との体の関係を略しておっしゃったのかもしれないし、結果から逆算する関係なのかもしれません。にもかかわらず、憶測でこんなメールを送ってしまったので、今、私、反省のため、またぐらにウニを挟んだ一方で、乳首を伊勢海老に挟ませております。あ、これなの？そんなにあれだけど。まあ。うん、あんまよくない。細くて。ね。逆三関係だね。随分の写真も関係ない。逆三関係。続いてご紹介します。栃木県宇都宮市。ラジオネーム。試合が恋しくなったので、現役続行宣言。浅田正夫さん。57歳、無職の男性からいただきました。ありがとうございます。普通のね、びっくりじゃない。小木さん、僕は悲しいです。先週の2時ちょうど、非合理的なものの話をしているとき、外国で黒板あんま見ない気がするんだよね、と、いいところに気がついた感を出して話した後のことです。スタジオのリアクションが何もなく、しらっとした状況に自分でいたたまれなくなったのか、ねえ、違った？と気にしていました。外国で黒板をあんまり見ない、悪くない線だと思います。小木さん、もっと自信を持ってください。おい、横で聞いてる矢作。小木さん、打たれ強い方じゃねえんだから、もっと気を使えよ。なんか言ってやれって。今ね、全部タッチペンで書けるわけだから。書ける書ける。それでいいんだもんね。うん。そうよ。だって外国とか黒板も見ない気がするんだよね。映画とかで。ねえ。違った？全然反応ないな。続いてご紹介します。千葉県松戸市。ラジオネーム、ケンオナコさん。54歳の女性からいただきました。ありがとうございます。もうため息しか出ない。なぜあなた方は何度言ってもわからないのでしょうか。そのために何度私はメールを送るという煩わしい行為をしなければいけないのでしょうか。モノマネをするときは必ず今から何々のモノマネをしますと言ってからやってください。そうでないと、よだれが出るくらいモノマネが好きなのに、聞き逃してしまうって言ってきましたよね。もう、もという字を打つと、予測変換で、モノマネをするときは、必ず何々のモノマネをしますと言ってからやってください、と出てくるようになってます。わかってますよね。2時15分前に、小木が、黒柳徹子さんのモノマネをしてましたけど、また前振りがないんです。わざとですか？私が送ったレパートリーの数々、ちゃんと見てますか？こうなったら、練習に練習を重ねて習得した私のお箱。細川隆が、もしも救急車だったら、2時間バージョンを送っていくので、勉強しておくように。うん、書類に印鑑を押すのは無駄だと思います、うん。すぐ偽造されそうだし、サインだけでいいんじゃないでしょうか。うん。わかる。うん。なんだろう、意味わかんない、まだ。